どうも、たつおです。今朝の体重は97キロです。ちょっと、減らしたいかな。ということで、今日は、イルテアトロのお部屋とちょっと安全対策に対して皆さんにお知らせしようと思った動画でございます。で、まあ、僕たちですね。僕たちは、料理するときは手袋をして、あと、マスクですね。皆さんしてる、マスクをして、僕はお客様の前に行くときは、このフェイスガードをして、こういった形で営業はしております。で、あと、お部屋ね、イルテアトロの場合、すべてが個室になってて、で、お部屋もすべて、一応、医療機器のタムラテコっていうメーカーの、そのオゾン発生器をすべて、各部屋につけております。安心安全にお食事していただいております。で、今日は、そうですね、お部屋の状況とか、そういった、まあ、アルコール消毒、入り口でこうするんですよっていう紹介を少しさせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、お部屋紹介していきます。まずは、二人部屋ですね。一番ちょっと小さめのお部屋なんですが、もちろんここでも、オゾン発生装置を焚いて、こういったお部屋でございます。こちらのお部屋は、一応、椅子は8名用のお部屋になってます。10名ぐらいでも全然広く座っていただけると思います。今はね、コロナっていう時もありますので、2名でもご利用いただいております。こちらのお部屋は20名ぐらい入れるお部屋になっております。で、テーブルを分けると4テーブルとかも使えるんですけども、こちらももう今は1組だけでお使いいただくようにしております。もちろん、おどんも炊いて使用していただいております。こちらのお部屋はちょっと特別なお部屋ですね。ちょっとシークレットルームでございます。4名用のお部屋になっております。はい。で、入り口にはね、こういったアルコールも、まあタイプ分けて2種類ありますので、楽しんでいただいても結構です。はい。当店は GoTo Eat もまだ使えますので、延長、さらに延長になってます。2万円買えば2万5000分のチケットになりますので、ぜひお得なので、ご利用ください。ローソンで買います。では、ご予約お待ちしております。ありがとうございます。